ソトラコ声は日本統治時代の朝鮮の独立運動家で大韓民国の軍人。本名はソトラ。字は東山。中国では総久島佐、半を総高一万、総高福、宋剣、半剣ンンなど複数の偽名を利用した。小学校を出ただけで大陸に渡り、独立軍、中国軍、幸福軍等に所属しながら転戦していた。 中国地方軍閥の少将、幸福軍三将。しかし、中国における活動はあまり知られていない。1889年9月19日、環境難動皆州軍末教座とに生まれる。1913年6月の時点で、広市生理工専科学校に在学。後に、中国に渡り、大韓独立軍団に参加。1921年、 三成省に退避し、遠尺山に登校。その後、総久志正に名を変え、中国籍を取得し、保定陸軍軍艦学校に入学。1922年、河南の簡丹軍艦講習所に入所。候補軍艦学校軍艦班で、国民政府軍の正式な軍事教育を受けた後、第88市副市長、中央戦時工作幹部訓練団韓国青年班。 主任教官、七分校教官、第34集団軍第1騎兵士副市長を歴任した。1942年3月1日、幸福軍の羅月官が暗殺されると、公認として第5市隊長に就任し、暗殺事件解明後は第34集団軍に復職した。幸福軍では、総司令部総連署長、第1市隊長、 総司令部高級参謀を歴任した。日本の幸福と共に帰国し、劉東越の勧めで、朝鮮警備士官学校を受験する。この時、白紙答案を提出して、不合格となるが、劉東越の計らいでに期生として、入校、20日ほど在校し、1946年10月17日付で、認証差、金城一に代わり、第三連隊長に補えされる。 緊急の部下で幸福軍出身であり、年齢も高かったことから累進し、1946年12月13日より、南朝鮮国防警備隊総司令官となり、1948年11月20日まで、務めた。1947年5月から10月の間は、陸士校長も兼務した。幸福軍出身者が首脳となり中国系。 特に幸福軍出身者が登用されて、軍内に不明朗な空気を醸し、派閥意識を助長させた。そのため県軍の最重要機に総司令官を務めたが、学識、軍事知識、統率の際にかけ、派閥人事に終始して、県軍の基礎を誤らせたと評された。百四十八年十月十九日、霊水、巡天事件が勃発すると、李半石国防部長官から、 私の責任じゃない。君が責任を負うべきだ。すぐ行きなさいと叱咤されて出馬を決めた。事情を知らない者は、総司令官が出馬すれば全般選挙の変化に対応しづらいという意見を述べたが、そうが責任上という理由で固執した。幸い、北朝鮮にも思いがけない反乱であったので、極地紛争すら起こらなかった。反乱軍討伐戦闘司令部は、 甲州の第五旅団司令部に置かれ、総も殺走と乗り込んだが、特に幕僚部を編成することがなかったので、自然に、白前情報局長が参謀長、近天羊猿情報課長らが、作戦、情報、兵団等を手分けして補佐することになった。しかも総は、指揮や、統率の際に欠けていたので、反乱鎮圧は、白前、近天羊猿らの総研にかかった。 10月24日、冷水奪還の陣頭に立ったが、あらかじめ敵上を偵察していなかったらしくが安な抵抗を受け、攻撃は進展しなかった。しかもそうは登場していた装甲車の機関銃が不意に射撃を始め、その発射音で鼓膜が破れたので構想された。こうして冷水の第一次攻撃は失敗し、反乱軍は規制を上げることになった。 1949年3月、五国軍司令官。5月、第五師団長。7月、第二師団長兼大白山脈畜戦闘司令官。1950年2月、参謀学校終了。6月10日、青年防衛隊顧問団長。6月25日、朝鮮戦争が勃発し、翌26日。 軍事経験者会議に招集されるが、特に発言をすることはなかった。青年防衛隊は、何の機能も持たない青年の集まりに過ぎず、従う部下にも、戦況を知らせてくれるものはなく、自宅で、時間の経過を待つ他になかった。27日午後に、青年防衛隊顧問の長協大佐が、総の自宅を訪れ、避難を進めたが、総は動く気配がなかった。諦めた長は一人で、 観光を渡った。陸本は撤収しました。我々も行きましょう。急いでください。慌てて、どこに行こうというのかね。共産軍が攻め入ってくるのです。政府と行を共にしなければならないでしょう。あいつらは私を捨ててみんな逃げてしまった。臨席にしてやられ、再平徳に先を越された私に行くところがあるのかね。私は一人で残るよ。お前は行きなさい。調教と ソウトラコへの会話、1950年6月27日、ソウル陥落にあたっては、陸軍本部と行動を共にすることなく、家に泊まっていた。しかし、人民軍が、犠牲府まで来たという知らせを聞くと、妻と子を残して、南に行こうとするが、観光人道共爆破事件により、観光を渡れなかった。その後は、近景職の家に隠れて過ごしたが、 二川上陸作戦後の9月27日、ソウルのカツラで北朝鮮軍に拉致され、10月2日に平壌に到着した。その後、転向して北朝鮮軍に協力する。自発的なものか強要されたかは不明であるが、軍の元交換で反逆したものは、戦争中ではソートラコへのみである。 このため大韓民国国家法を組んどころによる独立有効者としての推薦は行われていない。1952年、主に捕虜で編成された第22旅団の旅団長。大隊長には朝鮮戦争前に越北した教大部と表部元がいた。1954年頃、北朝鮮にて国際スパイと反革命分子容疑で逮捕された。百五十八年、 平安南同様特軍に流刑となり、翌1959年3月24日に脳出血で死亡した。2003年、他の越北者と共に、平壌の墓地に埋葬された。僕、明林、森予選。戦争と平和、朝鮮半島1950、社会評論者。ピアニッシモ、P192 では、人民軍に自首し7月4日に、 ソウルの放送を通じて、私は人民軍隊が人民の利益を徹底して擁護する軍隊だということと、人民政権は朝鮮人民のための政権だということをはっきりと知るようになった。自分を手本に重口を介して人民の旧敵である米帝と、売国奴の李承晩傀儡徒党を打倒せよと言ったという。朝鮮戦争後に再特進。 西洋博士が越北している。ありがとうございます。